こんにちは、ドクターアネックスです。さあ、この動画は2021年1月1日に投稿されております。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さあ、早速行ってみましょう。始めるか。1号石がどれぐらい必要かもちょっと撮影したくて、ここからレベル魔法集さあ覚醒。最近全部鍵使ってますね。こんな感じ。あとはウィンクショット。一回後ろ向いて向き直すのあれだな。はい、先にここだけ、このイチゴは霊圧特化のキャラクターなんで、まずは1個目霊圧、そしてさらに攻撃力を上げたい場合は会心を上げると、強攻撃必殺技の威力がアップします。3番目上げるとしたら攻撃、4番目5番目は体力防御、どちらでもお好きなようにというところですね。特別抽選の方は、もちろん霊圧500が一番いいです。2番目は会心ですね。会心プラス1000で、3番目に、攻撃プラス500といった順番でおすすめです。レベル200まで持ってきますんで、こちらです。こちらがレベル200まで強化した10年後の黒崎一号。所属は死神、キラーは死神キラー隊長キラー。必殺技月下天照、高密度の霊圧を巨大な斬撃として飛ばし、当たった時全に絶大ダメージを与え、ごくまれに促進する。ソウル特性は強攻撃クールタイム 12% 短縮。そして、パッシブスキル、パッシブスキル、死神の回避無効、弱体無効、麻痺無効。死神の回避無効はね、また海岸の間が来て、接待になるのかなということですね。アビリティ。何にも今つけてない状態で、通常 40%、強攻撃 60% アップ。そして、必殺技ヒット数アップ。強攻撃ヒット数アップ。必殺技 100% アップということですね。火ダメ 16%、強攻撃クールタイム 12% 短縮。強攻撃範囲アップ。強化技延長。いやー、もりもりのもりですね。で、敵ガード無効、赤ガード無効貫通。強い。特に、やっぱり必殺技ヒット数アップがついてて、で、死神キラー、隊長キラーということで、グループバトルでの活躍が期待できるんじゃないかなと思います。
ミサウナの効果ってさ、クリーンカットで 30% アップでしょ。そうか、始めるか。バッハとどっちがいいかなっていうのがあるで、バフもある分だけイチゴなのかな。バフで、必殺打てば、あ、ん？そうだね。体調キラー 40% で、死神キラー 20% アップ。で、死神キラーに 30% アップすれば、トータル 50% アップになると。で、弱体とダメージ的には変わんないんじゃないかっていうところで、強攻撃の使いやすさがこっちの方がいいからな。だからその点やっぱイチゴかな。イチゴも、レベルマ狙っていこうと思います。僕は僕の中での一番の想定が隊長のところのグループバトルで、今50分上がってるから、素のレアツが835。まあ、素のレアツで考えても、バッハより、高いかな。バッハが、786。500ぐらい。あ、じゃあ50ぐらい高いね。で、まあフル海岸で始めるか。いば、まあイチゴの方が強いだろうな。イチゴが完成するまでは俺バッハ使って、イチゴが完成したらこいつをグループバトルの主軸に使っていくかな。現状ですね、今2021年1月1日新しいグループバトルとかアリーナとかどういったものになるかわかんないんですけれども、現状この火だめ16っていうのがあんまり生きてこないですよね。こうなんかの役に立つのかどうか、あとやっぱ敵側の向こう、向こう貫通が非常に強力なんで、例えば極限巨頭とかでも非常に使いやすいキャラクターなんじゃないかなと。で、必殺技ヒット数アップがあるから、敵を抜きやすい、数体出てきても動きやすいというところがありますね。で、どうすっかな、上げちゃおうかな。どうせ後であげるし、これでさらに強くなりました。基本の装備ですね。並びが間違って、おみんな使ってる。でまあ、普段使いするんであればゼザウゴールタンとかがね、使いやすいけども、あえてこんな感じにすると、で持続性で空短縮レアツ、積み替えがめんどくさいんで、こんな形にすると
ってやつが3500とかになりましたね、これなんでね。さあ使ってみようか。あーっと始めるか。心配いらねえよ、俺が守ってやる。黒崎一護、バンデンライトの戦いから10年、平穏を取り戻した唐倉町で織姫と結婚し、和井の父親となった。今も変わらず死神代行として仲間たちを守り続けている。まあ修行よくあるのがさ、こうやって平和になった場合はちょっと弱くなるとかね、よくある設定ですけれども、一応はどうなんですかね。じゃあ使ってみましょう。ここもいけるね。でもいいか、地属性面々のところとか、これで始めるか。3連勝ですね。普通は2回が3連勝は可能と。でこの強一がすげえ広かったね。2発いくのと強二。そらよっと。そらよっとと。で、どれぐらい前に広いかちょっと待ってくださいね。強二が止まるまで少々お待ちください。さあ巨人さらやった。前方にかなり広いですね、範囲がね。で京さんが終わりだ。画面全体一瞬見えなくなるのがびっくりしますけどね。と終わりだ。さらやった。ダブルターンつけるべきだろうな。終わりだ。強に持つ円玉で強打ちがひどすぎて必殺使ってなかった。いや覚悟はいいか。行くぜ徹夜天章。よう覚悟はいいか。行くぜ徹夜天章。神様。ああそう、即死がありますね。こんなもんだろ。始めるか。絶対起こるんだろう。これ作ってる。こうすることによってもう普通のクエストがべらぼうにやりやすくなるんですね。解析によると、長さ3000、すげえな。強一、長いと言われてるのが2500とかのところが3000、横幅870。強に一掃できてしまうと強にが多分他のキャラの強3レベルに強いね。
終わりだ。これは強えわ。さらにだ。終わりだ。いや、覚悟はいいか。行くぜ、血液転生。3連瞬間もあるからクエストをクリアするのも早くていいですね。強酸強酸でほぼほぼ行けそうだ。こんなもんだろ。圧倒的に使いやすい。で、バッハとの比較をしようと思ったけど、いやもうね、比べるまでもないね。強攻撃が団地で使いやすい。多分一番正面に敵が来た時に、正面近くに敵が湧くタイプのグループバトルの時に、強に打ってまず、ほぼほぼ、下手すりゃ、1、2が終わって、で必殺打つか。必殺技ヒット数アップからもう初手で必殺で、で、強に打っておしまいみたいな。もしかしたら今日、こいつの一発で終わる可能性もあるぐらい、それぐらい、やばいな、これ。めちゃくちゃ強い。地属性で地属性の死神キラーっていうと、ついこの間もやったモエルちゃんがいるんだけれども、40、80、60、倍率だけで見るとモエルの方が強攻撃が 20% 高いんですが、使い勝手としてはこっちの方がいいだろうね。いや、もちろん別にどっちも強いっていうのでいいんですよ。別にどっちが強いっていうんじゃなくて、よくない。遠距離と近距離だし、まあ、どっちもまあその赤の向こうと青の向こうがついてるけど、やっぱりその1号は、敵ガード向こうもついてるっていう点が、やっぱそこがね、やっぱ大きく違う。なので、やっぱこの1号、地属性の中で別格に強いと思いますね。力の5周年1号と同様に、この攻め消せ編継承の1号。10年後。これは強いっす。同じ死神キラーの中では、近距離で言うと、まあ残念ながらね、今まで挽回ができるイチゴがいて、それも強いんだけど、このイチゴと比べちゃうと、さすがに見劣りしてしまうな。で、ちなみに、この挽回できる1号の強に、長さが2500、横幅725なんで、この前の、1号の強にが、この1号の強一に劣ると。でも逆の言い方した方がいいな。前の強二の一、前の一号の強二が、こいつでは強一でそれを上回る。すげえよ。やべえよ。強二のダメージも強いしね。
でバフもつくしっていうので、最初バフどうなんっていうとこだったけど、いやーいいよ、うん、強くていいと思うよ。グループバトルだとね、即死っていうのがあんまりっていうか生きないんで、ちょっとどうかなっていうとこだけど、強攻撃とスワップ、そして強一強二さんどれも使いやすいっていうところから、このイチゴは別格に強いし、やべえわ、ぜひゲットしたいところだね。で、そう、説明をしてなかったんだけれども、このイチゴはピックアップがきます。最初はね、この2体だからピックアップ来ねえんじゃねえかと思ってたんだけど、優しいことにピックアップきますね。1月19日から1月26日の1週間、しかもここに、力で長いこと最強と君臨していた室外君も、千年決戦室外もいるし、かっこいい総隊長となった京楽さん、力の弱体付きで、同じ室外と同じように使える死神キラーの、白いちご、そして力で、今唯一となっている体力最大 25% ダメージアップの浮竹さん、いやどれもいいですよ、どれも外れがない。ここを僕は回してで一号レベル前にしたいと思います。僕は極意はね 0.5% の時とかに使ったらいいんじゃないかなと思いますね。 1% の時には 1% を回そうかなと。いやー一号いいよ、強えよ。ぜひねこいつはしっかり開眼して使ってほしいね。冷圧上げるだけでも本当ハネ破壊力になりますわ。ちょっとねレイドにソロで行けたらいいんだけども、今日行けないんで、まあこれはフル開眼とかしたらまた改めて紹介したいと思いますね。とりあえず、現時点12月31日に登場して、現在1月1日の、午前1時20分なんですけども、このイチゴめちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強いです。ぜひ、いや千年決戦編ガチャ、もう闇鍋がもう闇でない、もう豪華なセットになっていますんで、ぜひ頑張って回して、ぜひこのイチゴゲットしていただきたい。はね、その想像以上に強かったですわ。うん、やっぱまあ普段使いするならゼタボルタンつけとくと非常に便利ですね。はい、どうかな。いやー強い。でそっか、体調キラーの企画、まあそこ意味ないけど。これは地属性とかでなく体調キラーとして見ても、ああ長次郎がね最近で強かったですけど、まあ属性も違うっていうところだかな。属性が同じ体調キラーとやっぱバッハだけれども、バッハよりいいと思います。このイチゴはまあバッハの利点としては、そうか、弱体でサブがサブのダメージも上がるっていうところがいいか。ちょっと実際使ってみたいんで、次の体調キラーには間に合わないんで、さらにその次の体調キラーの時にちょっとこのイチゴをレベル前にして使ってみたいと思います。うん、始めるか。当てて損はない一品。そして、5周年イチゴ白夜と違って、こいつはここで千年形成編ガチャなんで狙って引かない限りはチケットで出るでしょとかはないから、ぜひ狙い定めて、まあ、イチゴだけ狙うんであればピックアップ狙うべきでしょうね。
なので、まあ、イチゴもルキアも走って場合はとりあえず今のガチャを引いてどっちか1体出たらもうピックアップを待つっていう方がいいと思います。ここにも確認もこのイチゴめちゃくちゃ強いんでぜひゲットしてください。心配いらねえよ、俺が守ってやる。はい、今回はここまで。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。